えっと、吉本とあ u の関係について今後あ u に吉本の芸人さんがいらっしゃる機会とかってありますか吉本さんとのお具体的な交流が予定されているのであれば教えていただきたいですそれはあるでしょう先生がいろいろ超客員教授とか何とかって声かけいただいてそ<う>西野君以下<う>吉本<う>犯罪者予備軍芸人たちがいっぱい来るんですよねえっとえっとそのう,うーんと 西野さんキンコングの西野さんにもお願いしてますし、えー、っとチャド・マレーンさんにもお願いしてますし今度大の字の大谷さんお<う>あのお立命館の APU 教えておられるんでここでもやってくださいよってなかなか絵講義らしいですよなんか映像あ僕それ講義覗きに行ったんですけどすごかったんですよ。いややこの授業はやっぱりさすがプロ その映像を学生が作ってそれを論評していくんですけどそれでまた自分のなんかこう映像の知識とかぐーってしゃべりだすんですけどあそれです面白いですえ、ね、読演会を振るのえっと新宿の小屋とかでも見に行くんですけどいや,やっぱりすごいなっていう方がもういっぱいいるのでその方々には。 あのぜひとも参加をしていたぜひぜひていただきや実はまあ今あのない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 お願いをしているのはそのさっきの BS のスタジオというか施設を今ここ,ここ校舎ありますけど横に土地があるので,そ,です、ね、そこに作ってもらえないかなみたいなそしたらその番組作りながら芸人さんも。 住みます芸人をここに住んでもらってなんかやるみたいなこともできると思うい。で、まあ、たくさんの IU には他に200社を超える連携企業、IT 企業からベンチャー企業から住みたくの地元の企業とか、ああそ,かそれこそ、あの、うちも NTT もソフトバンクも KDDI も連携企業で入ってくださっているので、一緒にそういったことができるので。そ,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 そんな緩い場にできたらなと思い。はい、多分ぜひ、ぜひお願いいたします。ます。